はい、というわけでね、今回はこのスバルサンバーパインのね、まあ、つながりで、まあ、パンのつながりですね。で、このパあのね、タイムセールやつなんですけども、まあこのね、よもぎのパンです。よもぎの、まあ、正確に言うとよもぎあんパンですね。では、ちょっと潰してしまいましたけども、あのよもぎのね、アンパンというわけで、こういうですね、こうやってね、よもぎが入っております。ではいただきます。あ、いいですね、このよもぎの、うん、味と、味わい深さがマッチしていてですね、あ、食べるとよもぎって感じですね。うん、なかなかの良い味わいで、安心する、うん、まあそういう味わいですかね。で、こうなんていうんですかね、あんこの甘さと、うん、このよもぎの甘さが非常に合っていて、で、こうなかなかいい味わいでね、結構いけんな、このよもぎね。うん、まあよもぎってのは、まあ人によってね、あの、まあ、独特の味が強いから、まあ、あの、薬草みたいな感じかな。で、それが強いので、まあ、人によっては、あまり、好まれないっていう人もいるかもしれないですけども、まあ、なかなかいいですよ。なんか、こう、いかにも、こう、自然っていう感じの、うん、健康にいいっていう感じの強い感じでね、なかなか美味しい。で、これが100円で食べられるって言うんですから、まあ、なかなかの美味しさだなっていう感じですね。うん、これはいいですね。というわけで、まあ、よもぎの香りと甘さがたっぷりと広がるよもぎあんぱんでございました。どうもありがとうございました。